はい、やっていきます。すぐ開ける。ちょっと声ね、ごめんなさい、花粉症で。まだ10回やってます。もうね無理なんですけど。やばいよ、こっからがね無理なんだよね。あ、いけた。うわいや、もう角がきついな。はい、スキン変えました。ちょっとね、タクロはね失敗続きなので、ちょっと小さめのスキンに。やば、使いやすい。ちょっと待って、すっごい使いやすい。あれ、なんだろう、なんか相性いいスキンとかあるのかな。やばいやばいやばい、めちゃくちゃ使いやすい。ちょっと待った。え、全然いける、いけるいける。え、すごい。わあ一緒だ一緒だよ。やば、使いやすかった。はい、もうこのまま人魚でいきます。なんかね、ちょっと小さい方が使いやすいのかな。めっちゃ滑る感じがする。めっちゃ使いやすい。なんか走ってる感がすごいあるんで、やりやすい。あー、ちょっとロスした。あみまあダメな時はダメですよね。あ、いきます。多分ね、人魚姫ちょっと相性がいいので、さっきより進みがいいんですよね。さっきより先に行ける。あ、誰もない。オッケーオッケーオッケー、ついてきてない。1体目がね来ないと。大ブロック。あ、いない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 、来ないで。うわあ、いけた。マジでやばい、声が花粉症で死んでる。はあ、もうダメかと思った。いや、めっちゃやりました、めっちゃやりました。これ動画にしてないのも結構ある。やばい、ちょっと相性がいいスキンとかあるのかな。急にね、人魚姫に変えてからやりやすくなった気がした。苦しいめっちゃ動画見てますよ。10回突破、ようやくこれで鬼門の11回に挑戦したいと思います。いや、長かった、もう二度とやりたくないはい、ありがとうございます。はい、どうもセリカです。出た出ました、やっと。結構今回ちょこちょこ回しで200ぐらい今回して、やっと来てくれた一人。ふぅ、ちょっとこれも使っていきたいと思います。で、やっと10回がクリアできたので、次11回に青の塔をチャレンジしていきたいんですけど、事前にね、結構情報いただけて、日本列島らしいんですけど、11回は。出ないよね。そこのね、ルートがあるらしくって、それをね、ちょっと教えてもらいましたので、それでやっていきたいと思います。もう10連ぐらい、もう10連やりますね。なので、どうやらね、四国に1個ボタンがあって、で、行くには北海道を行ってから四国に降りなきゃいけないらしいんですよ。はい、なので、一応、寄り道をせずに、まず北海道に行って、四国に降りて、そっから霧を抜けてからボタンを押した方がいいっていう、アドバイスをいただきました。なので、近くにボタンがあっても、まず押さないで、とりあえず北海道経由でトロッコに乗って、四国のボタンをまず一番に押してくださいっていうことらしいです。ちょっとね、イメトレしました、なんとなく。で、最短のトロッコに多分乗っていけば、いいんだと思うんですが、ちょっとね、やってみます。で、画像をいただいたり、動画まではちょっといただいてないんですけど、ここの霧を注意してくださいっていう画像をいただけたりしたので、ちょっとね、初めてですが、なんとなくでやってみたいと思います。冒険家鬼が現れた、トロッコに乗って逃げよう。で、もうすぐ行きます。すぐ行くらしいです。上の方に行けば、北海道にまず行って、トロッコに乗っていけばいいっていうことなんで、行きます。もう5個。さっきみたいにもう時間がないなら5個。で、一番近い方、こっち乗って、トロッコどこ？なんかね、ルートが決まってるみたいなんですよね。トゲで行けないとこがいっぱいあって、これ近いからこれ乗りますね。あれ下がトゲだから上行く。上いるじゃん。待って！あれこっちかな？どこどこトロッコどこ？あったあったこれ乗れば上に行けるかな？あ、これ北海道じゃない？で、あ、ボタンあるけどこれ押しちゃダメなんだ。これで、ね、一回また四国に行くということらしいです。これで行けばいいのかな？行ける？で、トゲがあって上は行けない。下しか行けないのかな？とりあえずまた四国の方目指して。トロッコこれしかないね。これ乗ります。これでいいのかな？え、ここ？これしか行けない。あ、ここの画像だ。ここのね、青霧に注意して一回息を吸ってから、うわーギリギリ開けてくださいって言われて、これか九州か四国か間に合わない。あ、そういうこと。そういうことか。皆さんの言ってる情報が、つながった感じ。なるほど。さっきボタンを押そうかなって寄り道してた分がもうアウトなんですね。脇目も振らず来なきゃいけない。よし、行きます。
まあね、たくさん情報いただけて、こうやったら10回、11回はいけますよっていうのをいただいて、なんとなくイメージがやっとつながった。やってみて。なるほどね。もう、一目散に北海道から、さっきのところに降りなきゃいけないっていうことですね。うわー、なるほど。イメージが湧いた。なるほど。難しすぎない。で、本当はね、何にも見ずに、公約も見ずに、情報も聞かずに、やったらかっこいいんですけど、私もそこまでやるスキルも能力もなくて、もういただいた情報を最大限に活用させていただいて、それで、やっとこそクリアっていう感じだと思うので、これでいけるでしょ。で、霧がどんだけ間に合うかっていう話ですよね。で、これ切り抜けたらまた北海道に最後の扉があるっていうことなんで、北海道にまた戻るってことかな。よし、ここまで来れた。ノーミスだよね、今のところね。オッケーオッケー、霧が来てない。あ、いい感じ。いい感じですよ。霧が早いな。あ、どうしよう。行った方がいい？あ、ちょっと、居すぎたかな。ちょっと霧が早まった。やばー。今のダメかな。ダメかな。ダメなんだー。うわー、1秒かー。くわー、これでもダメ。ちょっと最後もたついたから。厳しい。あ、ボタンがあるけど、これも押しちゃダメ。まず行かなきゃいけない。青霧が来ちゃうから、まず1個目の霧で埋まっちゃうボタンをまず押さなきゃいけない。で、ルートがね、トゲがあるので、行けるルートが限られてるので、もう、流れるままに行くしかないですね。あとは、青鬼がめっちゃ出てる。やばー。そうか、もう時間との戦いですね。あとタイミングが良ければ、青鬼の、回避できる。邪魔だー。今のところ大丈夫。ロスしない。危ない。ロスしてない、ロスしてない。これでいけるでしょう。いけるでしょう。いけそうな気がする。オッケー。青鬼はどうだ。いやー、そこの青鬼がちょっとな、あ、やばい。今のもミスだね。ノーミスでいかなきゃいけないんだ。マジですか。よし、キリは間に合った。で、ここで息吸ってのすぐに、あれも行き過ぎたかな、一歩今。開けて、オッケー。で、戻る。ちょうどいい。待って、いける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 。あ、オッケー。待って。で、北海道に戻るらしいです、これ。またここ乗って。いるー。戻ろう戻ろう。で、北海道にスイッチが、え？なんか最初にスイッチがあった気がしたけどな。あそこ、最初取ったとこスイッチなかった？ここじゃないのかな？戻るのかな？もう一回。いや、ないな。なんかそのスタート地点の近くにボタンが一個あった気がする。あそこまで行くの。いや、ちょっと無理だ、それ。別ルートか。やば。やばいな。ここにスイッチあるときはもうちょっとダメかもしれない。諦めるしかないのかな？あそこ、最後の近くにスイッチがあれば行けますよっていうコメントだったので、あそこにスイッチある場合はまた戻ってこなきゃいけないのかな。とりあえず四国乗さなきゃいけないですもんね。でもね、一生懸命すぎて四国だか九州だかよくわかってない。多分四国で合ってます。違ったらごめんなさい。下の方にスイッチがあるってことで。ないもんね、やっぱりあそこが一個と。どうやって戻るのこれ。またルートがあんのかな。とりあえずここまで行って、行って下のスイッチさえ押して青霧の中生還できれば次の手はあるのかな。やばいよ、もう。時間に追われるね。これ考えた人すごいね。で、これを、成し遂げた人もすごい。あ、ちょっと言い過ぎたかな。ちょっと息吸い過ぎたかな。いける？ 5 秒、4、3。間に合って。あ、いけるいけるいける。いけるいけるいける。いけない。もたついた。これか、これか。はい、心が一旦弱ったので、ランダムマッチ。いきます。あのね、ゼウス、スキンのゼウス様がね、いたんですよ。初めてマッチングしました。どこにいるかな。やば、うわ、やば、大きい。ちょっと想像より大きかった。うわ、すごい。いや、さすが椅子に乗って動くタイプですね。ゼウス様は歩かせちゃいけない。なるほど、すごい貫禄。うわこれね、15回突破したらまずもらえるんですよね。で、さらにチャレンジの内容だと、ゼウス様スキンで15回をクリアする？で、チャレンジすべてクリアっていう感じで、キラキラになるのか、カラーチェンジするのか、それやばすぎ、やばすぎるよ。でもね、結構ツイッターとか DM もいただいたんですけど、ルシファースキンもゲットされてた方いて、15回を突破したら、ごく稀に、ごく稀なのか、何分の何の確率なのかで隠しステージが来て、隠しステージをクリアすると、ルシファーがもらえて、で、ルシファー、隠しステージを10回クリアで、ルシファーのスキンチェンジ。プリキュアみたいにちょっと、8頭身ぐらいになるやつ。やばー。そんな遠い世界があるんだ。いや、もう届かないなー。
すごいな。ゼウス様が見えただけでちょっと今日はもう感謝でございます。私はね、多分たどり着けないな気がするな。また多分時間置いたら、ゼウス様残しの、20回立てになって、さらに5回ぐらいパワーアップして、なんか来るんじゃないかなと。いくらでもできますもん、ビルのように建設していけば。でも、ゼウス様以上なスキンってあるかな？お、チケット出た。チケット出た。久しぶりにチケット出た。で、もう一体の青鬼もね、まだ会えてないんですよね。もう青の塔やりすぎて、10回ですよ、特に。もう、おかしくなるかと思った。いやー、ちょっと、ゼウス様ね、こんなこと言ったらあれだけど、倒れたらどうなるのかがちょっと、見てみたい気もする。すごいな、これ。色もすごい。かっこいいですよね。これ持ってたら相当ですよ。いやー、すごい。あ、ごテントされました。椅子ごとね。いやー、すごい。いいもの見れました。ありがとうございます。はい、ということで、まだチャレンジ中でございますが、どうやらね、不具合があって、ま、アップデートで修正されたようで、青銭とね、トーチケット5枚もらえたので、それも、ありがたく受け取って、もう治ったのかな？もうこの辺まで行ってたのに、下の階チャレンジすると、上の階がまた封鎖されちゃうみたいな、ロックかかっちゃうっていうバグが起きてたようだったので、修正されたんだと思いますが、報酬いただいて、また頑張っていきたいと思います。はい、でもちょっと、大体分かってきたので、練習したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。それではまた。バイバーイ。